ボリス3世は、ブルガリアの国王。父、フェルディナントの退位によって即位した。母は、パルマ公ロベルト1世の長女マリアルイーザ。ボリス3世とアドルフ・ヒトラーブルガリア国王、フェルディナント1世の長男として、ソフィアに生まれる。陸軍学校で教育を受け、第一次世界大戦に軍人として参加するが、敗北に伴い、フェルディナント1世が退位したことから、 1918年に24歳で不足位した。敗戦処理の中で農民運動や共産党の勢力が伸長し、これを排除するため1923年にクーデターを決行。1934年にも再度クーデターを起こして全政党を解散、親ドイツ派軍人の支持を得て、国王を頂点とする申請を確立した。 第二次世界大戦では中立を模索するが結局、数軸国側で参戦した。1943年、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーを訪問するが、その直後に急死心臓発作とされているが、暗殺説もある。王位は、幼少のシメオン2世が継ぎ、弟のキリルラが摂政となった。1930年に、イタリア国王。 ビットオリオエマヌエーレ3世の娘ジョバンナと結婚し、一男一女を設けた。ありがとうございます。